え？魚だって一戦交えるらしいか。ボタンしました。あ、すでに部署に。そうで、外の方は場所の方は外はね。ああ俺たちはつかない。あ、連絡がつかん。ああ、よく電話を切らんな。よく電話を切らんな。電話はまだ切らんから。ああ、それで今交通車が入ってるんだ。こちら入ってる情報によるとね、今晩中はその衝突しないと、あるいは早朝にはですね、衝突の恐れがあるかもわからんと。皆さんこんばんは。今日の東京は一日雨でした。ところで今から43年前の今日、つまり昭和11年2月26日は、ご記憶の方も多いと思いますが、30年ぶりの大雪の日でした。日本を揺るがした大きな事件、226事件はまさにその日に起こりました。やがて、東京には戒厳令が敷かれるんでありますが、その日の早朝、青年将校たち1400名余りは、時の総理大臣岡田圭介をはじめ重臣たちを襲撃して、彼らのいわゆる昭和維新を成し遂げようとしたわけであります。やがて戒厳令下の東京では、すべての交通、通信、報道が厳しく制限されるようになりました。事件そのものは4日後の29日に一応終わるのでありますけれども、その後も戒厳令下の東京には暗く重苦しい雰囲気が長く尾を引いたと言われております。事件に加担した青年将校たちは、その後、今私どもがいる場所とほとんど同じ場所にあった陸軍刑務所で処刑されるのでありますが、その場所は今私がこうして立っておりますところの右手、建物一つ隔てた目と鼻の場所であります。ところで不思議な縁というものはあるものでありまして、NHK ではその当時、事件当時、何者かの手によって密かに録音されていた青年将校たちの電話による通話の録音版を入手いたしました。今まで事件に関して、いろいろこの活字や映像の資料というものは数多くあるんであります。こうして当事者の肉声を伝える資料というものはこれが初めてであります。因縁朝からの NHK では、この肉声の復元並びに、事実の究明に挑むことになりました。NHK のスタッフが226事件の録音版の復元に取り掛かったのは去年の秋のことであった。青年将校たちの声は激しい雑音にうずもれていた。しかも回転ムラがひどく、会話の速度は一定でなかった。これは使われていた録音機が手巻き式のものであるためと分かった。長い歳月を経た音盤は振圧による破損が心配された。そこで慎重を期して溝のレントゲン撮影を行った。音盤は純度の高いアルミにラッカーが塗られ、現在の LP 版以上にきめ細かく音声が刻まれていた。43年前に録音されたこれらの音盤は全部で20枚。この中には一体どのような肉声が眠っているのであろうか。まず第一番に考えられるのは、針先の半径を選んで適当に選んでやることによって、ノイズ出てくる帯域、ノイズの帯域が変わるというのが一つございますね。それからそれでノイズが非常に少なくなる部分を探すというのが一つであります。それからもう一つは、その非常に大きいところは例えばテープにしておいたら止まってしまうというやり方。音盤の復元には様々な専門家たちの協力を得た。まずコンピューターを使って声の周波数の成分から雑音の部分を取り除いた。これは全然ひどいね。音盤の回転速度は外側と内側とでは倍ぐらい違っていた。したがって一定の速度で再生すると早口言葉となった。そこで可変速の録音機で一期一会丹念に会話の速度に変えることが必要だった。
雑音の原因は音盤自体が古いからというだけでなく、当時の電話の性能の低いことにもよっている。通話の音量を一定させるために様々な機械を使用した。しかし雑音を極端に少なくすると肉声の子音も同時にかき消されてしまうこともあった。音盤の復元に取り掛かって2ヶ月経った。そして総計4時間の録音のうち、ようやく2時間半64通話の復元にたどり着いた。じゃあ出してみます。どうぞ。昭和11年2月26日未明、青年将校に率いられた下士官兵1404名は、岡田首相をはじめ重臣たちを一斉に襲撃、永田町など日本の政治の中枢部を制圧した。彼らの決起の目的は、その首位書によれば、元老、重臣、軍閥、官僚など国体破壊の元凶を除いて大義を正し、内外の重大危急に当たろうというものであった。午後3時半、軍首脳の意を受けた陸軍省軍事調査部長山下智之少将は、青年将校たちに陸軍大臣告示を伝達した。決起の趣旨については天朝に達せられあり、諸子の行動は国体権限の至上に基づくものと認む。軍の首脳たちは彼らの行動を認めて、決起部隊の原隊復帰を説得したのである。だが青年将校たちが拠り所とする天皇の決意は、この朝すでに決まっていた。鎮賀孤高の老臣を殺戮す格のごとき凶暴の将校ら、何の許すべきものありや。あくる2月27日午前3時50分、天皇は東京に戒厳令を交付した。直ちに戒厳司令部が設置され、治安のための権力がここに委ねられることとなった。戒厳司令部は帝国憲法による戒厳令第14条を行使したのである。それによれば、戒厳地内においては昼夜の別なく、人民の家屋建造物船舶に立ち入り検察すること、やむを得ざる場合においては人民の動産不動産を破壊すること、集会もしくは新聞雑誌広告等の時勢に妨害あると認むるものを停止すること、有心電報を開管し、出入りの船舶及び諸物品を検査し、並びに出入りの船舶及び諸物品を検査し、並びに陸海通路を停止することという厳しいものであった。そしてこの頃、首相官邸に立てこもる栗原康秀中尉を電話に呼ぶ一人の女性があった。
事件の朝、歩兵第一連隊栗原康秀中尉は兵300を率いて首相官邸に岡田総理を襲撃した。彼は青年将校の中で最も急進的な中心人物として終始事件をリードした。したがってこの首相官邸が決起部隊の拠点となっていた。栗原中尉の通話の相手は元陸軍将校西田三次の妻初であった。西田三次は当時北一騎とともに青年将校に強い影響力を持っていた。当時初さんは夫を助けて青年将校との連絡に当たっていた。彼女は事件発生の3日前に死亡者の一人磯部朝一の訪問によって事件の渦に巻き込まれたのである。磯部さんが23日に午後ベテになりまして、それで主人はおりませんでした。でいきなりいよいよ奥さんやりますっておっしゃるんで、私ももう担当直入にいきなりいつですかって申し上げましたら、26日の朝です。今度は西田さんが反対されたらお命を頂戴してもやるつもりですから、お帰りになったらそれをお伝えくださいって、お帰りになられました。でその日の夕方主人帰ってまいりましたから、私はそのことを主人に伝えまして、あなたの立場はどうなんですかって初めて聞きました。今まで止めてきたけれどもう止められない、黙認するって、軍人だけにやらせるって。私は女の身としてですね、これが事件起きましてどういう結果になる、成功不成功ってことはあまりにあれですし、どういうふうな結果になりますか分かりませんし、まあ後に残られた女の身としてご家族のことを考えますと、とっても耐えられませんでしたですね。まあ事前にバレてくれればいいっていう気持ちと、いえせっかく皆さんが決心なすったんですから、何事もなく26日の朝までバレないでいていいまし、私はあまりの重大さに、これは私一人が悪者になって密告しようとさえも一時は考えたことございます。でもそれするには西田のこともございますし、生きてはいられない、自分がそれしたからには死んで、主人の立場のこともございますし、そういう気持ちでもう3日間悩み続けました。まあ2月になりますたんびにやっぱり何か2月と7月は嫌でございますね。復元した20枚の録音版の中になぜか1枚だけ声の主の名前が記されている。北一騎と安藤大尉である。日本改造法案大綱の著者北一騎。北一騎は特権的地位にある家族や貴族院の廃止、国民の自由を拘束する取締令の廃止、天皇や国民の私有財産の制限などを主張した。そして彼は天皇新政による国家改造を目指し、青年将校にも少なからぬ影響を与えたとみなされていた。
安藤照蔵大尉は決起には最後まで反対した。だが昭和維新を夢見た彼はついに妻と血のみ子を残して立った。彼は料亭幸楽に立てこもった。このあのケースから当時のこれはいつのあのいつのものってあの当時のもの当時のもの、ええ、ずいぶん日が経っておりますのによくそのままになってあれですね、その発表もされないでいたものですね。子供たちがどんな顔しますでしょうね。初めてね。226事件の録音版は今日まで NHK 放送文化財ライブラリーに秘蔵されてきた。ちょっと受け入れの記録を見てください。はい、だいぶ前のことです。記録によれば昭和38年に NHK が田島大作という人から譲り受けたことになっている。田島氏によればこれは父親の元東部軍参謀田島和一大佐が東部軍の倉庫にあったものを昭和16年に自宅へ持ち帰ったものだという。だがやがて太平洋戦争そして戦後の混乱の中でいつしか音盤のことも忘れ去られてしまった。田島家でもこの音盤の内容を聞いた人はいない。それにしてもこの録音は一体誰が何の目的で行ったものであろうか。スタッフはその事実を突き止めるべく憲兵、警視庁、陸軍など予想される当時の主だった生存者を訪ね歩いた。事件の時警視庁特攻部長であり治安の最高責任者によって構成された戒厳会議のメンバーでもあった安倍元気氏である。ちょっとですねお尋ねしたいんですが事件の時警視庁特攻部長であり治安の最高責任者によって構成された戒厳会議のメンバーでもあった安倍元気氏である。ちょっとですねお尋ねしたいんですが昭和11年に警視庁の特攻部長をおやりになってましたですね、226事件の時に、でその時に反乱軍たちのですね電話の盗聴録音がなされてるんですけどこれは先生今までお聞きになったことございますか。そういう事実を
いよいよ初めて今聞くわけですけどね。警視庁でおやりになったことはございませんか。警視庁ではやってないと思うんですよね。こういうものなんですか。ああそうですか、まあ警視庁ではまあおそらく私を知った範囲では取ってはいないと思うんですけどね、まあ情報はそれ集めたんですけどね、戒厳令布告とともに逓信省では国の内外への通信の検閲と停止を開始した。録音盤にまつわる取材を続ける過程で逓信省が電務局に情報部を設置、青年将校たちの電話を傍受したという情報を得た。情報部ではですね、つまり傍受はなさったけど録音はどうでございましたんですか。録音は文部やったんです。軍のね、あれもう翌日すぐね、戒厳の令が敷かれて、それで戒厳司令官下士っていうね、中将がなって、それからね、私どものところに来て、その録音にやったのはね、軍の人でね、それでその当時の人の名前は、私、なんとか知らされたかんとか知っておりましたがね、大抵死んだ人が多くてね、ですから、やったのは軍なんです。なるほど。録音をし録音機というのはね、逓信省我々のところは持っていないんですよ。なるほど。その逓信省では録音はしない。会えば行く沈む楽しみやと恋の都やと夢のパラダイスよ花の東うつに夢見る君の神田は思い出の街今もこの胸にこの胸にニコライの鐘もなる楽しみやと恋の都夢のパラダイスよ花の塔この同じ年の昭和11年2月27日、銀座の電話局は異常な緊張の中に戒厳令の朝を迎えた。朝ですね、9時頃にね、なんかこう、銀座分局の周囲をわっと数名の軍隊囲んでですね、で、入り口に機関銃が2台とせられたという。それは何もわからなかったですけど、えらい、なんかこう、大事件が起こったんだなということを直感しましたですかね。はじめこう、まあ、警備姿勢でね、警備しとったけれど、その中の2、3の人がですね、大学入ってですね、自動公開して、ここは小脇になんか抱えてね、どう録音じゃないかって気がしましたですかね。
どのようにして通話の傍受録音が行われていたか、そのあらましの仕組みを当時の機械のモデルセットでご説明してみます。当時はもうすでに銀座分局では自動交換方式が採用されておりましたが、当時のこれもお電話機でありますが、こうして受話器を取り上げますと通というあの発信音が入りまして、それと同時にこちらのコネクタ、セレクタ、こういった機械が作動を始めるわけです。それではちょっと今このダイヤルを回してみましょう。このようにしてダイヤルの相手方が呼び出されるわけでありますが、そして一旦話が始まりますと、今度もしそれを聞いてみようという場合にですね、こういったものを使います。その通話の内容はもう一つのパネルの方へ映っているわけですが、そこへこれを装着いたしまして、もう一つの端末、これをアンプリファイア増幅器を通じて、さらにこちらにあるこの手回し録音機へ導きます。でここに録音機のアームがありますが、この先の針をこの円盤を下ろしますと、それがこの円盤を話の音声に従ってカットしていくわけです。録音ができるわけです。で聞こうと思う場合には、私たちがかつて手回し式の蓄音機で聞いたように、もう一つの針をその円盤へ下ろせば、先ほどの通話が再生されて聞こえてくると、こういう仕組みになっております。これが事件発生当時、つまり昭和11年の東京市の電話帳であります。まだ加入者の数も少なく、それに自動化もそれほどは進んでおりません。ところで、問題の傍受録音でありますが、これがいつから始められたかと申しますと、事件が起こりました次の日の2月27日、戒厳司令部によって始められております。ところで、そこで交わされる会話をいろいろこう追ってまいりますと、大体この傍受録音に当たった電話局が4つあるということが分かりました。つまり銀座、青山、牛込、中野、この4つの局であります。こういった4つの局の配置と、それから28日の硬直命令以来、反乱部隊と呼ばれるに至りました決起部隊がそれぞれ占拠している場所、これを突き合わせてみますと、一体どんな電話地図が出来上がるでしょうか。まず銀座局ですが、こちらを見ますと、例の栗原中尉以下のいる首相官邸、それから安藤大尉以下が駐屯している料亭高楽、そして山王ホテル、さらに陸軍省参謀本部、陸軍大臣官邸、これらが含まれます。それから中野局を見ますと、こちらには青年将校たちの思想的先導者とみなされておりました北一騎の自宅があります。また青山牛込局を見てみますと、この館内には、内閣調査局の鈴木定一大佐、また陸軍省の軍事調査部の山下智之少将、こういった事件の事態収拾に奔走した幕僚たちの自宅のあることが分かりますし、さらに、反乱側の西田貢の自宅もここにあるということが分かるのであります。の自宅もここにあるということが分かるのであります。このようにして、交わされております会話の電話番号を一つ一つ突き止めていったんでありますが、そうしていくうちにですね、一つだけ不思議な電話番号に私たちは遭遇することになったのであります。
ちょうどそこに連絡するにはね、電話何番ですか？ここなおの。3317番、これはドイツ大使館、しかも大使専用の電話である。当時ドイツ大使館は国会議事堂の隣、陸軍省や参謀本部の向かい側、つまり反乱軍の占拠地域の真ん中にあった。今日226事件の最中、日本軍人がドイツ大使館に入ったという記録はない。国際法上大使館はその統治権を保障されている。しかしいかに226が大事件とはいえ、日本の軍人が外国の大使館の、しかも大使の執務室に情報収集のために出入りすることがなぜできたのか。ドイツ大使館の窓越しに反乱軍の動きを通報した日本人は一体何者なのか。そこにはどのような事実が秘められているのだろうか。何か大使館に226事件の記録残ってますでしょうか。あります。この本に日本におけるドイツ大使、こういう外国官名簿に残されています。ドクト・ウィレム・ハース、その方当時貿易経済を担当したと。幸いに当時のスタッフのうちただ一人、商務官のハース氏がドイツに健在であることが分かった。当時の大使館員ウィルヘルム・ハース氏は西ドイツのブレーメンの町外れにひっそりと暮らしていた。ハース氏を訪れた時、
町はすっぽりと深い雪に覆われていた。戦後駐日大使も務めたことのあるハース氏は、外交官としての自分の半生を振り返って回想録を執筆中であった。ハース氏の数ある思い出の中でも226事件は特に強い記憶となって残っているという。Und schließlich von dem Aufruf des, von Tenorica an die Truppen, wir sollten wieder in die Kaserne zurückgehen. 事件の時、ドイツ大使館は決起部隊に包囲される形となっていた。だが、ディレクセン大使以下官員たちは日本政府の避難勧告を断って、館内で事態の推移を見守ったという。その時大使館に確か松井とか何か松の名の付く名の日本人がやってきた。これがハース氏から得たかすかな手がかりである。西ドイツ外務省にディレクセン大使によって報告された膨大な226の事件記録が眠っていた。その2月28日の記録の中に一人の日本人の名前がはっきりと記されていた。真木中佐である。その日10時15分頃、真木中佐があたふたと来訪した。彼は顔色も青ざめ、非常に興奮した様子で早く通訳を呼んでくれと叫んだ。外交記録部の報告書はこう記している。Wir sind noch mitten bei dieser Unterhaltung。真木中佐とは当時参謀本部ドイツ班長としてドイツとの折衝役の立場にあったこの真木慶信氏である。当時彼は海原司令部の設置とともに海原参謀に任命されていた。2月28日事態は決起部隊との衝突が避けられない方向に進みつつある中で、真木中佐は反乱軍の目をかすめて密かに裏門から大使館に侵入したという。入ったの。要するにドイツさんにおった証拠以外は入っておりません。そうすると今のこの電話の主はドイツ班の将校たちですね。の誰かですな。どうも私の声じゃないですな。真木氏の話によれば、日本とドイツの軍部の間ではすでに前の年の秋から外務省には極秘で日独防共協定への下工作が進められていたという。真木さんはその226事件の時にドイツ大使館の中にお入りになりましたね。入りましたね。これは何の目的ですか。向こうがね、226事件の実情を知りたいと、何か来て話してくれんかと。まさかそういう事件中だから、外国人が入るわけいかないもんだから、私がまあ一通真相といいますかね、知っとる範囲において説明に行ったという。私はあの時はむしろ日本で死刑になりましたドイツ人の、何しますか、ゾホルゲ、ゾンビが夫の死をしとったんです。私はしょっちゅう裏門から誘ってすぐ大使館永田町ですからね、話し行って、ゾンビがそういう人間とは知らないもんだから、夫と二人でドイツ語でやっとったわけで、そんなのゾンビが聞いとるわけです。
2月28日午前5時8分、ついに天皇の放逐命令が発せられた。決起部隊は原隊に帰れ、彼らは反乱軍となった。2万4000の大軍が彼らを包囲し、戦車隊が出動した。上空には飛行機が威嚇し、東京湾には戦艦長門に率いられた40隻の連合艦隊が永田町に照準を定めていた。市内の交通は完全に遮断され、麹町地区の住民には避難勧告が出された。一方、孤立した1400名の反乱軍は永田町や赤坂に兵を展開した。町には兵士たちの軍歌や万歳がこだまして、緊張感がみなぎった。こうした状況の中で、皇軍相打つの悲劇を避けようと、軍首脳の動きも慌ただしかった。陸軍大臣官邸では、山下智之少将や鈴木定一大佐によって、栗原中尉など青年将校たちへの必死の説得が続けられた。この夜11時、反乱部隊はついに大名に服せず、よって断固武力をもって当面の治安を回復せんとす、ついに討伐命令が下されたのである。首相官邸に立てこもる栗原中尉のもとに、ある決断を迫る電話のベルが鳴った。これ、池田さん、これは誰でしょうか、この声は。話の内容からして、その亀川さんではないかっていうような感じがするんですけどもね。亀川さんっていうのは、亀川哲也さんって言いましてね、当時、浅井大将であるとか、あるいは桑原三之助さんですねとか、いろいろそういった方々と連絡を取ったと言いますか、いろいろ陰でいろいろやっとった方ですね。事件の時、黒幕として政治工作に奔走した亀川哲也。終始栗原のそばにいた池田氏は亀川だと推定する。栗原中尉ら青年将校は行動派の中心人物、正木甚三郎大将を担いで昭和維新を実現しようとした。彼らの決起の背景の一つには、当時の社会の腐敗、窮乏を憂える青年将校の思いがあった。28日のこの時、栗原中尉は正木大将にまだかすかな望みを託していた。栗原中尉が別れの言葉を告げた頃、さらに緊迫した会話が赤坂の料亭幸楽でも交わされていた。
今や互いに相手を敵と呼ばねばならないかつての上官と部下、この二人の男たちの延々32分にわたる生々しい通話である。赤坂の料亭行楽にはその前夜より安藤輝蔵隊員に率いられた歩兵第三連隊の兵約400が立てこもっていた。行楽で内藤と名乗った人はその時帳場にいた従業員の内藤弥生さんである。ごめんください。こんにちは。あ、突然お邪魔しまして。いいえ、あの内藤さんはあの昭和11年頃ですね、26事件の頃あの行楽にお勤めでございませんでしたか。おりましたよ、行楽にいましたよ。行楽に、あの当時のことはよく覚えてらっしゃいますか。覚えてます、一緒に ずっと一緒にいたんですけどね。あ、実はですね、あの頃あの行楽の兵隊さんたちによく電話がかかってきませんでした。かかってきましたよ。かかってきました、私もあのもう寒いな、これね、ちょっとおかけで中へ入っておかけなさいよ。実はですね、あの頃ね、の電話の声がね、内藤さんの声が残ってるんですよ。私の声、あ、私もあの出たに出たんですね、あの私あの交換でいましてね、それであの本当あの女の子会社いたんだけどね、女の子はだから怖いって言ってあの仕組んじゃったでしょ、で私はすごい交換で行ってね、しばらく2晩ぐらい話したかなんだかんだって、お騒ぎからちょっと入りますけどね、ごめんなさい、なんかこちらの中です。そうですか、寒いもんだから今日はね、何にも機会なんてこうして起きたまま座ってたんですよ。もう年取ってますからね。ちょっとお邪魔します。もうじきに80になるから。もうそうです、お元気ですね。うち来た時は、あの来たのに 何して来たかと思ったんですよ。こんな竿にね、このくらいの探しに、そんな音を安藤部隊って書いてあるかもしれない、持ってラッパ吹いてやってきたんですよ。夕方ね、その日なんか婚礼がなんかたくさんあった日でね、だからみんな婚礼なんかそこそこみんな追い出しちゃったりね、追い出しちゃって、そしてあのあそこに石上の間っていうのがあったんですよ。一応大きな広場でね、石上の舞台付きの部屋があったの、そこにみんな上がっちゃって、そっ上がると同時に畳みんな裏返しにしましたね。様子でいけないから畳み裏返しにしようって、上がると全部裏返しにして、そのに座って、そのぐらい気を使ってましたよ。引いたら絶対乱暴なんか全然しなかったですね。もしもし、あ、なんとどうなったんですか。あ、70代、あ、70代、80代、何年代ですか。3年代、高橋中尉の電話に出た人物は谷村か、それとも上村か。その判定のために明治大学小川研究室が開発した音声を波形のために明治大学小川研究室が開発した音声を波形で示す装置に録音の内容を接続した。あ、これが蚊ですね。上村、K の蚊、三村、間違いなく上村です。歩兵三連隊で上村を名乗るのは機関銃隊の上村守光軍曹である。一方、高橋中尉は上村軍曹の直属の上官であり、2月26日、
運命が二人を引き裂いたのであった。聞こえます。何だぞ。どうなる。どうか聞こえないぞ。あ、聞こえないぞ。聞こえてます。あ、どうか。何人おるんだ、これ。あ、何人おるぞ。37名おる。もう、死ねらばね。あ、死ねらばね。あ、お話するのも今のうちだろう、今から。じゃあね、死ねんだから面会行こうと思ったけどね。あ、なかなか死ねらしたんだよ。これは助かる。それからね、怒ってお前を殺すと言ったらもう。
信じ持ってるんです。ね。どうでも自分に口にすればそれは。自体をみんな殺したいです。自体を。ね。本当に金の裏までね、あの状態に何が関係あるんだろうね。あれは自分の関係も関係ないだろう。渋滞状のどこじゃなくて。渋滞状の半分の声です。ね。発せられたのである。すでに天皇陛下のご命令が発せられたのである。お前たちは上官の命令を正しいものと信じて絶対服従を。2月29日午前8時55分海軍司令部の放送室から投降勧告の放送が開始された。一方空からもアドバルーンやビラなどによって下士官兵への懸命の説得が続けられた。間違っていたと知ったならばいたずらに今までの石がかりや義理上からいつまでも反抗的態度をとって天皇陛下に背き立てまつり逆賊としての汚名を永久に受けるようなことがあってはならぬ。今からでも決して遅くないから直ちに抵抗をやめて軍旗のもとに復帰するようにせよ。兵士たちの間に動揺が起こった。戦闘意欲は次第に失われ2時頃までには下士官兵の全てが原隊へ帰順した。そして一時自決を決意した青年将校たちも夕刻までに渋谷の陸軍刑務所へ収容された。この日戒厳令により東京は山手線東海道線をはじめ全ての交通が運行を中止、さらに一切の通信も停止された。26日事件勃発以来29日まで4日間の電信の検閲数27万4000件、発信停止は201件に上った。事件も終わった明る日、3月1日日曜日、復元した録音版にはこの日のものと思われる女性の会話が頻繁に登場する。女性は山下と名乗っている。目黒区駒場にあった陸軍省軍事調査部長山下智之少将の自宅である。事態の収拾に奔走した山下少将は日頃青年将校に理解を示し彼らの審判とみなされていたのである。もしもし、もしもし、はい、山下さんですか。さあ、でございます。私、角田でございます。あ、奥様でいらっしゃいます。さあ、僕はね、昨晩ね、うん、ちょっと来てまいりましてね、うん、今朝ほども私、出勤いたしましてございます。そうですか、はあ、それでございましたんですよ。まあ、どんなに疲れて帰るかと思いましたらね、うん、割合に平気でね、うん、ございましたの。そうですか、はあ、それは結構でございます。普段はネタにしてあるからね、うん、こういう時は人よりますなんて言っておりました。はぁ、あ、実は痩せてもおりませんの。まあ、でも痩せましたよ。痩せなりましたら。まあ、痩せなりましたら。まだ夕べまでどうかと思っておりましたけどね。うん、まあ、収まったらしい。まあ、ひとまず帰ってきたんで、あの人たちはみんな自殺したんですか。なんだかそれがね、うん、まだ申しませんが、わかりませんとだお話にならないの。まあ、そう。まあね、うん、まだそんなことお前たちにね、226事件の朝、山下家でその第一報を取ったのは妻の妹勝子であった。6時あれは半までになってなかったと思いますけどね、
電話を取りましたら、向こうのもうその咳込んでおっしゃる声でびっくりしちゃったんですよね。それですぐ兄に、もう兄ももう電話のベルが鳴って、私がはいはいって言ってるもんですから、もう廊下置いてこっちの部屋で出ますからすぐ聞こえますから、もうすぐ目覚ましておりましたから、それですぐ飛び起きてまいりましたから、それで電話を取って何って言って、もうその声が本当にびっくりしたような声で出ましたからね、いまだに私たちもそれ耳についておりますけど、何やったかと言ったっきりだです。陛下の軍隊を使ってその目的のために使ったっていうことが、まあ、兄としては何とやりきれない、もうそのまあ腹が立ったんでしょうね。そう言っておりました。陛下の軍隊を使うなんてもってのほかだと。ですからもう自分はもう無論この事件がすっかり解決したら辞めるつもりで自分はおりました。辞めるって言っておりました。226事件が山下智之のその後の運命を変えた。彼は中央から退けられ戦場を転戦した。そして昭和21年、マレーの虎山下智之はマニラで刑場の露と消えた。同じ3月1日、数多く登場するのは鈴木大佐と名乗る男の声である。鈴木とは一体誰なのか。たまたま家族が電話でタクシーを呼んだその会話が決め手となった。あの、リサベちゃん、ご覧の鈴木ですがね、あの、ございますか。はい、じゃあお願いします。どうも、こちらまでです。ごめんください、あの、鈴木定一さんでいらっしゃいますか。鈴木定一さんでいらっしゃいますか。え、鈴木定一さんでいらっしゃいますか。あ、そう、僕は鈴木ですよ。 あの、私 NHK の者でございますが、突然お邪魔しまして。はい、はい、鈴木さんはですね、昭和11年にはどちらに、あの、226事件の時にはどちらにお住まいだったでございますか。226事件の時はね、内閣調査局のね、調査官と。ご住所は どちらだったんですか、お住まいは。住まいはその時はね、東京のね、渋谷の御嶽町ってのとこ。御嶽町5番地。226事件の時、鈴木定一大佐は山下少将と共に軍と青年将校との間に立って収拾に当たっていた。鈴木氏は太平洋戦争の開戦内閣で国務大臣企画院総裁を務めた。今、成田空港にほど近い山村で静かな余生を送っている。このね、電話はね、確か陸軍次官の古将でなかったかと思うんだ。説得してくれって言って頼まれて行ったのが古将だから。だから話の進み方を時々古将に電話で、報告したんじゃないかと思うのはね。うん。この人は
僕に言わせたらその時はもう青年将校なんかとてつもないやつだと言うて、ただ弾圧一点張りで行こうって言ってるんだ。僕はそうじゃないんだ、うん、若い人のね考えをよく聞いてた。そして悪いところは悪い、いいところはいいと言うやらないと、初天辺からね弾圧したってそんなものができるもんじゃないんだと言うて、その中間でやっとったんだ。僕とそれから山下法文なんで取ったのかわからないんだね。決勝でも取っとったのかな。戒厳司令部です。戒厳司令部、戒厳司令部か。戒厳令公布の2月27日、この日より東京の治安、警察、行政の権限の大半は戒厳司令官、加士中将以下、これら参謀たちの掌握するところとなった。難波聡大尉は防衛担当の戒厳参謀であった。ここへ司令部がおりましたな。この部屋へずっと司令部の参謀がね、ここへ詰めておりました。久しぶりです。昭和20年にまで、この下の参謀長をしておりましたから、その時にはここへ来たと思うんですけど、それから以後ここへ入ったのは初めてですから、30、3、4年ぶりということになりますな。昔のままですわ、建物は。でここへずっと1か2か3かとこういうふうに分かれましてな、参謀が勤務しておりました。あ、226事件の時、226事件の時にね、226事件の時に南波さん、盗聴録音を指示なさったのはあなたですか。はい、その折はね、もうお互いに皇軍が相戦うということですから、もう日本は滅びるんじゃないかという、危機感といいますか、非常事態でありましたからな、何としてもそういうことがあっちゃいけませんので、あらゆる手段を尽くして早く鎮圧せなきゃいけませんから、反乱軍やそれの関係者の情報を集めるためにね、盗聴を指示したわけですな。その後ですね、今我々がその盗聴録音を持ってるわけですけど。あ、そうですか。それをお聞きになったことありますか。聞いた覚えもないんですけどな。はあ、そうすると戒厳司令部で盗聴なさっててですね、その録音版はどういうふうにその後なっていったんでしょう。はっきり覚えてません。ただ、いつはそれ以上は相手の情報を知らないといけませんからな、あらゆる手段を尽くして向こうがどういうふうに動くかね、どういう気持ちかということを知るのには盗聴が一番、便利ですわな。というのはもう国が滅びるか、生きるかですから、いわゆる、法律というものも国家があって初めて法律があるんで、法律があっても国が滅んだら何もなりませんからな、国家を生かすためにはあらゆる手段を考えないかんというんで、相手側の様子といいますかな、情報をまず知らなきゃいけませんから、盗聴を命じたと思います、その時にね。
これ頼むぞ。あるいは携帯の顔も見ないで、お別れするなるかもわからんからな。携帯ではもう病院教授を祈る。病院教授を祈るからね。もう最後まで歌われそうだ。最後のお願いするのはみんなの、無事を祈る。俺はね、何も分からないですからね。俺はね、何も分かっていないんですからね。もう命惜しいのかな？命惜しいのか？命惜しいのか？聞こえません。聞かないの？天皇陛下のメールを聞かない証拠には出てこない。またその人全然出せる。そしたら無事にいよう。なんか聞いてましてね、あの時のことがもう出た朝のことからずっともういろいろ、いやもうこんなになってよく分かりました。あの時の様子が、あのこちらのことは分からないんですけどね、あの時の出た時から帰るまでのこととか、途中で電話をくれたことだけど、今このこれだけ長いこと話してってるヒーターさんはどんな方だったの、機関銃の人かしらと思ったりして、あまり名前は知らないんですね、可視化の方とか。なんかこの方がでもいらっしゃるんでしょうか、現在この言われてたヒーターさんでね、可視化の方いらっしゃいますね、説得なさった人が戦死なさって、いい戦争ってそんなもんですよね。じゃあこの方はもうちゃんと帰れたんですよね、結局国賊とかなんかならずにね、よかったわね、この方は今この貸し家の方は今どこに、東京ですか、いらっしゃるの、鹿児島です。あ、こう言われた方鹿児島、あら、そうですか、あ、取れた、鹿児島どこなのかしら、山の口町、第三連隊上村守光軍曹は事件の翌月軍籍を剥奪された。彼は満州へ渡り新疆で警察官となった。上村軍曹の所属していた第一師団歩兵第三連隊はその後満州に移された。2年後
かつての上官高橋牛太郎中尉が突然新京に住む上村を訪ねてきた。二人はその晩心ゆくまで杯を酌み交わした。以後彼らは再び会うことはなかった。見えた？見えた？見えた？ママがある？ママの卵がある？おった？はい。当時の逓信省が作成した226事件に関する極秘文書である。この資料の中に昭和11年4月に作成された第69帝国議会に備える想定問答集があった。第69帝国議会は5月に開会された。戒厳令下行進の傍受録音の事実がここでどのように論議されたのか議事録を追った。だが帝国議会は226事件に関しては秘密会となり固く扉を閉ざしていた。昭和11年7月12日、青年将校15名の処刑が執行された。戒厳令が解かれたのはその6日後のことであった。昭和11年2月26日未明、青年将校に率いられた下士官兵1404名は岡田首相をはじめ重臣たちを襲撃。斉藤内大臣、高橋大蔵大臣、渡辺教育総監、それに警備の警官ら8名を殺害。永田町など政治の中枢部を制圧した。明くる27日、東京には戒厳令が敷かれ緊迫した。青年将校たちの動きは戒厳司令部による電話の傍受によって密かに監視された。戦後 NHK に保存されるその時の録音版。やがて事態は決起部隊の原隊復帰を命じる天皇の放逐命令によって緊張の極に達した。あのね、実際お前とも戦争してくれんだから、だから死刑が15で聞かれるぞ。それだから天皇陛下はもうやってしまえというふうに言われたんだ。天皇陛下はね、なんかお前らをやってしまえというふうにもう命令されたんだ。29日、昭和史上最大の反乱事件226事件は陸軍の手で収拾された。東京陸軍軍法会議の裁判で処刑された19名の反乱者、一審即決非公開弁護人なしの法廷で彼らが死を前に叫んだのは我ら逆賊にあらず。これは事件鎮定において軍当局の取った謎に満ちた行動と矛盾を厳しく突くものであった。
沢地久江さん、226事件をライフワークとする作家である。昭和11年3月4日、緊急勅令によって開かれた東京陸軍軍法会議。今日まで50年余り、この226事件の裁判に関わる資料はほとんど世に出たことはない。戦前軍部は事件の真相をひたすらに隠し、軍法会議の一切は極秘とされてきた。これがそうですか。これがね、これが昔の軍用公園で、ね、東京陸軍軍法会議の検察部の最高責任者、首席検察官を務めた崎坂俊平陸軍法務官の家に226事件の膨大な裁判の記録が眠っていた。これまで明らかにされたことがなかった軍法会議の詳細な記録である。我々が作家の沢地久江さんと共に資料の全容を目にしたのは1年前のことであった。反乱者の家庭の状況まで全部、それから士官学校を出るときの序列まで書いて、あ、この人なんか竹島さんちが、その人はよく学校のできた人で、ね、陸大の学科試験を受かっているような人じゃありません。3人のうち1番ですもんね、トップ出てるんですよね。そうですか。資料には捜査から控訴に至る記録が含まれ、事件の広がりと問題の大きさを示している。これはもう本当に日本の陸軍を動かした人たちが書いてありませんか。でこの人たちがどういうようにしたことをね、まあ、全部書いて告発してるわけですよ。資料の中には崎坂検察官の取り調べにおけるメモも含まれ、その書類からは物事をおろそかにはしない彼の几帳面な性格の一端がうかがえる。歴史上の事件であまりね、こんなにまとまって広くと言われるものが保存されているということはないですね。非常に珍しいケースです。首席検察官崎坂俊平はこの資料の存在を家族にさえ明かすことなく昭和28年に世を去った。父が亡くなってからね、まあいろいろその部屋をこう変えましたからね、その時に出てきたんですよ。崎坂はこの資料で何を語ろうとしたのか。我々は一人の検察官が残した記録をもとに軍法会議の真相に迫ろうと考えた。崎坂家に秘蔵されていた226事件関係の資料はその副社が沢地さんの書斎に運び込まれた。コピーに要した日数は2人がかりで3週間、膨大な量である。資料は沢地さんの手によって仕分けされ、丹念に項目ごとに分類されていった。根気のいる作業が3ヶ月ぶっ通しで続けられた。はい、お願いします。資料は先端技術を使ってデータ化され、沢地家の書斎の片隅で謎に満ちた50年前の歴史が今日に姿を現し始めたのである。例えばね、川島大将っていうふうに言うわけで、いちいち川島陸軍大将とは言わないもん。大将でいいことにしよう。大とか、はいはい、崎坂家の226事件関係の資料は630点。その9割がこれまでどこからも発表されたことのない資料であった。そしてこのコンピューターの画面は崎坂検察官の目が陸軍大将など陸軍上層部にも注がれ、彼らにまで取り調べが及んでいたことを示したのである。青年将校たちの決起の目的は、その主意書によれば元老、重臣、軍閥、官僚など国体破壊の元凶を除いて彼らの言う昭和維新を実現し、内外の重大事に当たろうとするものであった。さらに決起の背景の一つには、不況にあえぐ農村の窮乏を憂える同情もあった。決起部隊のリーダー安藤大尉は給料の大半を農村出身の兵士に与えていたという。
2月26日の午後、決起部隊にいわゆる陸軍大臣告示が宮中より伝達された。決起の趣旨については天皇にお伝えされつつある。お前たちの行動は天皇中心の国体を明らかにしようとした真心から出たものと認める。軍事参議官も一致して右の趣旨で邁進することを申し合わせた。これ以外はひとえに天皇の高名なお心に委ねる。青年将校たちの決起を良しとした告示文は陸軍の最高首脳に皇族も加わり、しかも宮中で作られたため権威ある文書と受け取られた。同じ頃、加士東京警備司令官の名で一つの命令が発せられた。それは決起部隊に選挙地域の警備に当たることを命じたものであった。彼らには現代からの食事や衣服も支給されるようになり、天皇統帥の正規の指揮系統の中に組み込まれた。大臣告示と相まって決起が認められたかのような事態が起こった。それは嬉しいですよ。それは嬉しいですよ。我がことになれると言いますかね。歩兵第三連隊時は稔少尉はこの日警視庁襲撃に加わり、そこで選挙を続けていた。行動を認めると書いてあるんですからね、そういう感じでした。第一段階は突破したと。それから第二段階としては警備部隊に編入され、海軍部隊に編入されたことによって、いよいよその感を深くして認めたから、そういう処置を取られるものであるというふうに思ってましたね。27日午前3時、東京に戒厳令が敷かれた。決起部隊は戒厳部隊となり、第一師団の指揮下に入った。決起部隊は戒厳部隊となり、第一師団の指揮下に入った。だがこの時、天皇のご意志は決まっていた。鎮賀孤高の老臣を殺戮す、格のごとき凶暴の将校ら、何の許すべきものありや。重臣を殺され、統帥権を侵された大元帥陛下の激怒であった。28日午前6時半、原隊復帰を命ずる奉勅命令が下された。やがて彼らは反乱軍とされ、翌日鎮圧された。先坂史料に最も数多く登場するのは大臣告示である。先坂の目が厳しくここに注がれていたことを伝えている。一体ここに何があったのだろうか。26日の朝、事件勃発を知った軍上層部の人々は宮中に散来した。そして午後0時30分頃より東だまりの間で事態収拾のための会議が開かれた。会議に出席したのは川島陸軍大臣、杉山参謀次長、そして荒木定男大将、正木甚三郎大将、寺内久一大将など、天皇の諮問機関である軍事参議官たち、さらに軍事調査部長山下智之少将、東京警備司令官加士公平中将も陪席した。この会議の席上で山下少将が起案し決定されたのが、いわゆる陸軍大臣告示である。これは加士中将が電話で東京警備司令部に伝え、午後3時20分決起部隊をはじめ全軍に下達されたという。
ところがその内容が後で問題になった。第二項にある諸子の行動が宮中での話し合いでは諸子の真意であったというのである。杉山参謀次長のメモによれば、第二項の行動の軸は会議の席上終始一回も口に上らずと述べている。一方加西司令官によれば、最初は諸子の行動となっていたので電話でそう伝えたが、席に戻ってくると真意に変わっていた。両者に違いはないと考えて修正しなかった。行動と真意っていうのは天と地、つまり心に思っていたっていうこととね、殺しに行っちゃったっていう行動とは大変な違いがある。それがね、その中将にもなっている人にわからないはずがない。しかしそういうふうに言ったでしょ。で、陸軍大臣もいるわけですから、陸軍大臣から陸軍省の幕僚を通して伝えればいいんで、加西警備司令官が電話で慌てて伝えるのは、これはその職権の横へ入り込んだことになりますね。だから非常に不自然なんですね。東京警備司令官加西中将は27日の戒厳令によって戒厳司令官となった。これは天皇によって任命された治安警察の最高責任者であり、東京の全陸軍をも掌握した。先坂資料を調べていくうち、大臣告示の表題について新たな謎が浮かび上がってきた。ある時ふっと気がついて、この資料を見ていたら陸軍大臣告示がないじゃないかということが分かったんですね。陸軍大臣よりって書いてあるんですよね。陸軍大臣より宮中の加西司令官から伝えられた午後3時20分片つの表題は陸軍大臣告示ではなかった。しかし戒厳司令部の公式文書には陸軍大臣よりではなく陸軍大臣告示と記されている。これには命令下達者や時刻の表示はない。大臣告示と大臣より決起部隊にはそのどちらが伝えられたのだろうか。ここに一つそれらしきものがあるんですけど、陸軍大臣よりというんでなくても、これは告示とはっきり書いてありましたよ。もう一つあるんですね。これです。我らの方でもらったのはこれですか。これです。陸軍大臣告示。うん、大臣告示、大臣より、この両者には大きな意味の違いが存在する。宮中で作られた陸軍大臣より、これは単にことづてほどの意味しか持たない。では陸軍の権威を匂わせた陸軍大臣告示とは一体何なのか、いつどこで作られたものであろうか。先坂資料には捜査における彼の疑問を記したメモが大量に残されている。小さな字で書いてあるんだ。これ見てください。これものすごい分量入ってるんですよ、一行に。4時5時になると見えないんですね、もう眼鏡いくらかけても。それはもうやっぱり体の方が拒絶してるので見えなくなりますよ、白くなって。それはでもね、もうしょっちゅう見ててね、ふっと光る瞬間に読めると、全体がここの部分がみんなわかるというような小さな一つの漢字だったりするのね。大臣告示の謎の解明に挑んだ先坂検察官沢地さんは、その同じ道をたどる作業を根気よく続けていた。そんなある日、沢地さんの目にふと10時50分という先坂が書き崩した見慣れぬ数字が飛び込んできた。一体これは何を意味するのだろうか。
我々は先坂検察官の資料を今一度洗い直してみることにした。先坂家に一通の手紙が残されていた。差出人は坂本大佐となっていた。軍上層部内の反運一味徒党検挙計画案その1方針大臣国事可達に伴う反乱法助により下士中将を検挙し、これに関連して正木荒木両大将及び山下少将を検挙し、次もこの4人の尋問の追及により計画の全貌を暴露し逐次一味を検挙する。これは下士中将っていうのは戒厳司令官の下士中将ですから、うんうん、大変なことですね。反乱鎮圧の最高責任者下士戒厳司令官を反乱幇助で逮捕しようというものであった。大臣国事は事前の計画であり、26日午前10時50分宮中の会議の前にすでに近衛師団に伝えられていたというのである。近衛師団へは福島参謀が電話で伝えたとある。福島久作さんは事件の朝午前6時10分ごろ警備司令部に到着した。26日午前10時50分11時とまでね、警備司令部福島参謀より村岡大尉に陸軍大臣国使を電話かたつせら令し事実。これどういうことですか？え？これはどういうことですか？どういうことって、これはだからこの時期がこの時期は案外早かったってことだ。福島少佐は情報担当の参謀であった。彼は下士司令官の当時の立場をこう証言する。ずっと後の話だけども、戦争終わった後かな、福富っていう陸軍省の兵務課によってね、福富万蔵ってにいたのよ。下士康平さんを疑っておったんじゃないのかな。福富は後で聞いたから、警備司令部はうっかりすると向こうにくっつきそうなことがないと言えないから、警備司令部には情報を漏らすなと、そういうことになっておったらしい。検挙計画案に名を連ねた将軍たち、彼らは行動派と称され天皇絶対主義を唱える軍人たちであった。行動派の領袖正木甚三郎大将は青年将校とは思想的に結ばれ、この時彼らを利用して軍事政権の首班を狙ったとされている。荒木貞夫大将は正木と共に行動派の中心的存在で、宮中の会議では積極的にリードした。山下智之少将は事件の朝下士司令官と共に参内し、いわゆる大臣国事の起案者とされている。東京警備司令官下士中将は26日の大臣国事可達に伴う疑惑に満ちた行動から厳しい目を注がれていた。これね、かなりの人数が関わっていますね。だから2月26日の朝ついに起きたっていう時にはあるもう準備ができている。で、何をするかは決まっていた。で、一番望ましかったことはすでにその用意されていたね、その反乱を起こした人たちに対してその行動を認めると、それで昭和維新を断行すると
いうね、小食をもらうことだったと思うんですね。でその原案は持っている。でカシーは山下と2人で話し合って2人で宮中へ行くわけね。と軍事参議官の集まりになって、それで途中でなんか説得案みたいなものを作ろうじゃないかっていうことになった時に、カシーはこのチャンスと思ってさっと電話かけに行っちゃうわけですよ。午前10時50分に陸軍大臣告示がカシー司令官たちによって可達されたとすれば、26日宮中の会議において山下やカシーが取った行動はある程度うなずける。山下は午前中の原案をもとに会議をリードし、カシーも陸軍大臣告示をもとに第二項の内容を真意から行動にすり替えて伝達することも可能となる。沢地さんの推移にピタリと符合するのである。我々は10時50分の謎を解く鍵を検挙計画案を書いた坂本大佐なる人物に求めてその行方を追った。でこれはあの、それと坂本大佐というのは陛下全然わからないですか。ちょっと今のところですね。これがこれが昭和10年の10月2日に東京の憲兵隊長とすると、こちらの講談が多いわけですね。 2.26 事件の時の東京憲兵隊長、ね、憲兵隊長になってくる。はははは。憲兵隊による226事件の捜査を指揮した東京憲兵隊長坂本春馬大佐。坂本大佐はすでに昭和36年79歳で世を去っていた。我々は東京渋谷にその遺族を訪ねた。隊長っていうのが坂本家にも226事件関係の憲兵隊資料が数多く残されていた。これをじゃあ取り出させてもらってよろしいですか。いいですよ。そしてこの中で我々は一通の極秘資料に出会ったのである。これはどういうものですか。これは橋中次郎、取り調べ要項。東京憲兵隊は26日における加士中将の行動を徹底的に追及しようとしていた。取り調べにおける最大の狙いは、加士中将は3代前に誰かと相談の上大臣告示を伝達したのではないかということであった。その加達時間について坂本大佐は、この絵師団においては午前10時50分これを受領しやり、きっぱりとこう断定している。これはね、私読んでみてね、加士さんの取り調べ部分をずっと見た。隠し玉ですよ、これ。落としてやろうという、自白をさせてやろうというね、その順序 と考えてね、やってますね。現在日弁連の刑法改正対策委員会委員長を務める原さんは、昭和16年陸軍法務官に任官した陸軍の法律の専門家である。午前中三台のため出発の時間は何時ですかとこう言って、宮中三台の時間は何時ですか、当時午前中に三台された理由は何ですかと、こう周りからずっと攻めていってさえます。それでいわゆる陸軍大臣告示について、それをいつ知りましたかと、こうなって、でそれを陸軍大臣の発案のね、大将が集まった時に聞きましたよと、決まってるじゃない、さようでございますってね。そして最後に大臣告示の自殺を命じた時期はいつだとでございましょうかと、すると何か言うでしょう、3時だと。この医師団は午前10時50分に受領しておりますよと、こう
こ行ってね、そんなことないはずありますよ。これの最後になります。ここが突破口でね、捜査の突破口ですわ、これ。ここが突破口で、大臣と大将たちが集まって話し合って、あの奇妙な大臣告示ができるわけですね。しかしそれが大将たちが作る前に誰かが起案しておったということになりますと、起案した人はあの計画をですね指導した人でなければならない。しかもその大将たちにですね、ああいう申し合わせをさせる準備をしてあったと。そうすればこの人たちが226の計画のね真の首謀者じゃなきゃならんでしょうな、もしこれが事実ならば。226事件のさなか、首相官邸を占拠した栗原中尉と何者かとの電話。その時の傍受録音版からは相手の名はわからない。ところが先坂資料の中に録音版をもとに作成したと思われる電話傍受の記録が出てきたのである。この記録によれば電話の主は東京江原の3368番。事件中栗原中尉らの行動を支援し彼らの目的達成に奔走した歌人としても知られる斉藤龍、予備役陸軍少将であった。先坂資料はおびただしい件数の電話が傍受されたことを示している。その数は録音版として NHK に残されたものをはるかに上回っている。しかも驚くべきことに電話の傍受は事件の5日前2月21日から始まっている。青年将校の思想的先導者とみなされた西田貢次から陸軍大将正木甚三郎への通話である。西田は2月中旬青年将校に決起を告げられ、時期に至らずと中止の説得を行った。だが彼らの決意にほだされて行動に準じたのであった。さらに山下智之、荒木貞夫など青年将校に近い軍上層部の電話も何者かに密かに傍受されていた。電話の傍受がとりわけ目立つのは北一輝と西田貢次。日本改造法案大綱の著者北一輝、彼は天皇新政による国家の改造を唱え、その思想が青年将校の一部に少なからぬ影響を与えたとみなされていた。安藤大尉は決起直後料亭行楽に立てこもった。安藤大尉への北からの電話。元米
青年将校らに電話による激励を行った北一騎や西田三次。彼らを極刑に処することは最初から陸軍中央の方針であった。かかる不定の輩に純真な将校が踊らされて利費を誤ったのが今時反乱の実情なり、軍法会議は北の思想と青年将校の行動を一方的に結びつけ彼らを断罪した。石井明穂大尉、彼は226事件の軍法会議で裁判官として審理に当たっていた。北はね、その質問するっちゅうとね、質問ちゃ言わんじゃなくて尋問ですね。法廷で尋問すると、はいはいそうですか、じゃあそう言っときましょうっつってね。どんな罪でも、あんた裁判官の言われる通りにはあ認めましょうっていうことを言ってるんですよ。それで死ねる時が、あれはあの死刑の直後に私は行ったんですがね、それを立ち会っちゃったんです、この法務官の話ではね、こうあのこうやって連れて行かれて中でこれ座られた、ああええ気持ちじゃってこう言ってね徹底したもんですよ。北はあの逆あれ電話の逆探偵分かったんですけどね、それが一つのまあ報道になったかしら、元気つけたか知らんけど、そのくらいのもんですよ。だから軽い2、3年ぐらいの感覚が早いいいっすな。みんなもう理屈はねすぐ殺してまえっていうような勢いでやったけどね、やっぱりあれをやってみるっていうとね、そんなその簡単にみんな死刑っていうわけにはいかんと、みんなそれは一つ一つ調べてやらないかんっていうんだから、初めの勢いと一般の空気とはねまた違ってきたんですよな、裁判の。ところがね、寺内さんがね、大臣がね、あの班長を3人集めてね、って言ってね、はあもうはあ北に下が悪いんだと、あなんだ、あのだって後のやつもみんなあれくっついていったんだから、あらその死刑にせえとは言わないけどね、そうせよと言わんばかりのその間接的な表現でから景気をつけたんですよ。陸軍大臣寺内久一大将、彼は226事件の軍法会議長官として検察官を指揮し、かつ裁判官の上に立った。226事件の軍法会議は陸軍大臣を長官とし、その権限は捜査や予審、検察、公判の各過程に及んでいる。公判部は司法の独立を建前としたが、裁判官は陸軍大臣によって任命された。検察部は大臣の直接指揮のもとに捜査や起訴不起訴の決定を行い、人事権も握られていた。昭和11年の暮れから翌年1月にかけて、軍法会議は大きな山場に差し掛かった。1月7日、軍法会議は天皇の許可を得て陸軍大将正木甚三郎を反乱幇助で起訴した。この時期、佐喜坂検察官は重大な決意を胸に秘めていた。それは事件当時の海軍司令官加士中将の身柄を拘束して決起部隊を天皇指揮下の正規軍に入れたこと、および大臣国事を軍隊に下達したことの真相を徹底的に究明しようというものであった。
昭和12年元旦、咲坂は大事を前に胸中死を覚悟して撮った清掃の写真を残している。咲坂検察官が陸軍大臣に宛てた意見書、加士司令官が取った鎮定の方法は陸軍永久の歴史に関わる重大問題であり、事実の真相を究明することは極めて緊要のことなり、咲坂は証拠隠滅の防止と偽証罪を盾に加士の身柄拘束を強い調子で主張した。もし何らかの事情で身柄の拘束ができないならば、真相追及を中止するほかない。この場合、検察官を更迭するか、あるいは検察官の強制捜査の請求を大臣は無視する。つまり事実上の指揮権の発動による捜査の中止を咲坂は陸軍大臣に愚信した。7年にですね、まあ私何十年に持ってたね疑問が解けた。もう先輩方であれ、ちょうどあの事件をやられた方なんてみんなちょっとわかめられたんだよって、そんなもんだよと、こういうような調子でね、それ何の意味ですかと聞いても言わない。それが分かった。これで昭和12年1月、軍法会議は加士公平予備役陸軍中将を告知、すなわち不起訴とした。昭和12年1月、軍法会議は加士公平予備役陸軍中将を告知、すなわち不起訴とした。これで226事件の核心に迫る一切の真相究明の道が閉ざされた。もしもこの時点でですね、加士中将、戒厳司令官をやった加士中将をですね、強制捜査するっていうことになるとどういうふうになりますか？強制捜査すれば、疑点が明らかになってきて、真の責任者が明らかになったでしょうな。そうなると軍はどうなるわけですか？崩壊するか。226事件における事件鎮圧の最高責任者、天皇の任命による戒厳司令官が軍法会議に強制捜査されようとしていた事実、仮にこれが実現すれば、陸軍の不祥事の傷口はさらに広がり、大元帥陛下並びに国民からの信頼を著しく失墜するのは必至であった。昭和12年7月、北京郊外の盧溝橋において日中両軍が衝突。やがて戦火は中国全土に拡大し、8月、日本と中国は全面戦争に突入した。その頃、咲坂検察官は陸軍大臣杉山はじめから戦争遂行を理由として226裁判の収束を命ぜられた。9月25日、反乱幇助の罪に問われた予備役陸軍大将正木甚三郎に無罪の判決が下された。陸軍軍法会議は全ての審理を終了したのである。その4ヶ月後、昭和13年1月、咲坂俊平は突如満州への転勤を命ぜられた。やっぱり怖いようなことですよ。武力を持ってる軍人たちがね、極秘資料の中で、ね、全部処理しちゃったわけですからね。特に武力を支えにしている権力集団というものの、秘密主義、それから持ってる力の恐ろしさ、でもこれは過去の歴史だって私たちは思いたいけれども、でも考えてみれば戒厳令下で政治が行われている国は地球の上には何カ国もあるわけだし、日本だって全くないということはありえないわけですね。だからやっぱり
武装した集団というものがその政治に関わってきた時に市民生活がどれだけ脅かされるのか、だからその時だけでなくてその後も歴史の中でそれがどんなに大きな空白落長部分を作るのかということ、その怖さですね。人が何人か殺されたという程度のことじゃないんですね。それをこの資料は語っているような気がしているんですけれどね。加士海原司令官の聴取書が残されている。事件勃発の26日、反乱軍を正規軍に入れ大臣告示を下達したことは青年将校の気を鎮め、皇軍相打ちを避け原隊に復帰させるための優れたる作戦上の気略であった。加士はこう述べている。陸軍もまた公式見解においてこれを謀略のための命令であったとした。青年将校のクーデターをきっかけに政治的権力を握ることに成功した陸軍はその後226事件の一切の真相に封印をした。そして今消された真実が半世紀を経てかすかによみがえったのである。